今回は永楽前五郎、乾山写しと仁清写しの違いを実作品を見ながら確認していきたいと思います。この二つの茶碗、どちらも追松茶碗です。右が乾山写し追松茶碗、左が仁清写し追松茶碗です。こちらは乾山写し追松茶碗ですね。土は赤土で、小石混じりの粗い土が使用されております。作りもね、ろくろで揚げてから縦にねヘラ目を入れて、さらにね荒々しさを増加させているような感じがしますね。垂らし込みがあります。松はね、確かに乾山が描きそうな、そんな印象もあるでしょうか。こちらが仁清写し追松茶碗です。追松ということですがね、わりかし端正な、それほど老いてないようなね、そんなイメージも受けますけども、このねミッキーが苔むしているようなところ、これは追松の表現でしょうね。一本二本ありますね。こちらの方がね、やや追松感が出てるんでしょうかね。さらに内側にもね追松が描かれております。土はね白土です。何度もこされてね、粒子のキメもムラのないね、一定した土味が出ていると思います。釉薬がかかってね、柔らかみのある白でしょうかね。そんな印象を受けますね。タイトルが乾山写し追松茶碗となっておりますが、このね茶碗の元になるような乾山作の追松茶碗の本家があるかというと、ないんですね。こちら仁清写し追松茶碗ですが、仁清写しの方はもしかしたらね、これと似たような本家の茶碗があるかもしれませんけども、乾山茶碗がね、特にこういう赤土で小石が出るようなね、そういうものを使っているかというと、そうではないと思います。乾山作品もどちらかというとね、こういう白くてね、キメが細かい氷焼きのね土を使っていると思いますね。なのでね、基本的にはどちらも本家がないと思って良いと思います。スタイルとしてこのようなね赤土、そして荒々しいヘラ使い、こっちはキメの細かい粒子の統一された白い土で、綺麗にねろくろを当てて成形した状態で完成に向かう、そういったスタイルを仁清写しと言ってるということで、実際にね野々村仁清がこのような追松茶碗を作っていてね、それを見て、あるいはその衣装をね引用して作っているということではないようですね。私が調べた限りですが、11代永楽保全から17代慈善、仁清写しは一貫して作られておりますね。乾山写しの方は慈善、徳善、正善、妙善作っております。徳善も乾山写し作っております。それと乾山焼きという名称の作品も残しておりますね。和善は私の探した限り、乾山写しというタイトルの作品は見つかりませんでした。ただね、あるような気はするんですけどね。その代わり、乾山焼きという名称のついた作品はね、私の限られた情報の中でも見つけることができました。追松茶碗はね、仁清写しも乾山写しもあるわけですが、仁清写ししかないもの、乾山写ししかないもの、そういう茶碗もあるようですね。松竹梅や清瀬、宝船、秋草、水仙なんかは、乾山写しも仁清写しもありますけれども、例えばね雪竹、乾山がね得意とする雪竹の絵付けの茶碗は乾山写しではたくさんありますけども、仁清写しではね少ないですけどね、ないというわけではないでしょうね。乾山写し雀茶碗や乾山写し雪だるま茶碗なども仁清でないのかななんて思いましたけども、どうやらねあるようなんですよね。私のね情報は限られておりますので、こういうデザインは乾山しかないとかね、仁清しかないとか、はっきりとは申し上げないようにしておこうと思います。保全にね仁清写しの日の出つる茶碗っていうのがあるんですけども、それは乾山写し茶碗はないだろうなとは思いますけどね。茶碗をひっくり返しました。仁清写しでね、もう少し今見ていただいているものよりはやや赤みを帯びる土を使ったね茶碗もあるようですね。
なので人生写しはこのような真っ白なものだけだとは思わないでくださいね。ただここまで色つくようなものは人生写しにはありませんからね。見るからに赤土だ、小石が混ざってる土だっていう時はね、それはもう剣山写しのスタイルということは確実に言えるとは思いますね。どうでしょうか。簡単に永楽前五郎の人生写しと剣山写しの説明をさせていただきました。そして付録というか追記として同じね、剣山写し追松茶碗でもデザインのね違うものが存在するということを見ていただきます。どちらも剣山写し追松茶碗ですね。右は先ほど見ていただいていたものですが、左はねまた違うデザインです。はい、なかなか堂々とした追松ですね。すごくね、上定品に感じますけども、こちらもね、こういう垂らし込みがあってね、上定の永楽即前作品の特徴を見せておりますね。これもね、金彩をふんだんに使って上定の永楽即前作品ですね。土はね、どちらも赤土が使われております。キメの細かさなどね、完全に一致するかというと、そうでもない気がしますね。石の含有する量もこちらの方が多いですしね。ザラザラとした感じは左の方がするのかななんて、そんな見た目もしてますね。こちら両方とも永楽即前の作品ですが、即前の剣山写し茶碗は結構ね、高額で取引されるものが多いと思います。ただね、一概に人生写しよりも剣山写し作品の方が優作である。そういうことは決まってないと思いますね。骨董収集や骨董売買の一助になれば幸いです。それでは今日はこの辺で失礼いたします。